はい、今日のバイクです。グラベルロードできてます。はい、はい、じゃあさつき山に来ました。はい、おはようございます。しげちゃんです。今日は2021年、10月28日かな、はい、木曜日です。はい、ということで今日はね、久しぶりに、池田市のたつき山に、行こうかと思います。ヒルクライム久しぶりです。ほぼほぼ1年ぶりぐらいじゃないかなと思います。最近通りはしたことがあるって、一回下りては来たってことあるんですけど、上りは久しぶりです。ほぼほぼ1年ぶりかなと思います。はい、まあちょっとね、 T シャツを着てもよかったんですけど、出すのがめんどくさかったので、グラベルロードで、グラベルロードでちょっと9くらいも、割と結構きついと思いますけど、チャレンジしようかなと思います。ある意味グラベルロードでヒルクライムということで、前は、ぶどう坂行きましたけど、今日はたつき山です。はい、第2弾勝手に企画ですけど、はい、ということで早速行こうかなと思います。あとちょっとこの撮ってるカメラ、今インスタ360、この間ポチりまして、先月かな、今月頭かな、ポチりましたけど、なかなか使えずにですね、設定とかがいまいちわからないので今日もう一回ちょっと試して撮ろうかなと思います。なんとかね、試し撮りしようと思って撮ってはみたんですけど、うまくいかずです。マウントがダメだったり、設定が外のものがダメだったり、ちょっとなかなかうまく撮れなかったので、今日はちょっと撮ろうかなと思うんですが、360度のカメラでちょっとね、今のマウントの状態では影ができてしまって、うまいこと映像が撮れないので、今日は広角で150度で全面で、フロントカメラだけで撮ろうかなと思います。はい。ということで、普通のアクションカメラと一緒ですね。全面だけで撮ろうかなと思います。はい。まあ、早速行こうと思います。はい。はい、じゃあ上り口の、コンビニセブンイレブンでちょっと補給しました。今から行こうと思います。公園前です。
これちょっと怖いのかな。登りはいいかなって感じですね。だいぶ、10月も終わりに近づいてきたんで、紅葉動物園。料金所、ここは車は下山します。寒い。ダウンはウィンドブレーカー来ました。寒い。
Thank you.
ありがとう。月山のヒルクライムしたらここが一番ですかね。一番いい景色ですね。六甲山見えますし、兜山も見えますし、日名川、阪神高速あって、伊丹空港はあっちですね。ちょっと海は霞んで見えないな。学習ってやつかな。